皆さんおはようございます、私JST バイオサイエンスデータベースセンターとあとそれからもう一つこの講習会を共催しております、大学共同利用機関法人というところにあるライフサイエンス統合データベースセンター、なんかカタカナばっかりで申し訳ないんですけれども、両方のセンターに所属しております美濃と申します。先ほど言った講習の資料機はですが、今ここに書いてありますように、NBDC のその皆さんが申し込みしていたサイトがいただいたサイトがあると思うんですけども、そこに今講習資料はこちらからこちらっていうサイトはここにリンクが貼ってあります。でそれでいくとこれに行けますし、あるいはこのサイトにちょっとダイレクトに行くためにはこの moddb っていうので検索していただくと、そのトップにトップヒットに出てくるところの中にやはり講習会資料というリンクがありますので、どちらからでもたどっていただけるようになります。でこれちょっと もしポチポチとブラウザを開けていただいて、これをこの辺を開けといていただけるとありがたいんですけれども、後で例えばですね、ちょっと実際にハンズオンの講習をするときに使うリンクなんかもここに貼られておりますので、ちょっとブラウザを開けていただいて、ここのブラウザは何ですかね、 Firefox ですか、はい、ブラウザの種類は特に問わないので何でもいいので開けていただいて、ちょっとこのサイトまでたどり着いておいていただくと何かと後で便利かと思います。はい、挙手してください。大丈夫ですか、moddb か nbdc の ajax って入れていただくと、そのトップヒットのところからたどっていけるかと思うんですけれども、わからない人大丈夫かしら。はい、あとまた途中でやっぱ分かってなかったとかでも何でもいいので手を挙げていただければ、後ろにいるものとか対応します。はい、ということでよろしくお願いします。さて、じゃあここからはちょっとお話なので、まあそのブラウザ開けたりするのもやっていただきながらということで、いやお聞きいただければいいんですけれども、パンフレットのお配りしたパンフレットの裏にも書いてありますが、この国でやってる事業なんですけれども、もう2000年頃からですね、ライフサイエンスの世界では、まあ、いろんな国プロがどんどん立ってですね、そこで成果としてデータをベースを作る、それからそのデータベースを公開するというようなことがいろんなところで行われてきました。その結果かなりデータベースが乱立している状態になっていて、その整理が全くうまくいってなかったことがありましたので、真ん中に書いてあるんですけれども、情報システム研究機構というところが中核となって、文部科学省の統合データベースプロジェクトというのが始まりました。それがちょうど2006年くらいからのことです。で、データを共有することの意義というのも今更な感じなんですけども、科学の世界にいる方というのはみんなお分かりかと思うんですけども、本来データは第三者と共有するものですよね。それは一つは論文とか書くときに必ずその、配列データとかそういうの ID かけって言われる。それはどうしてかっていうと、一つは再現性、ちゃんと再現できるのかということをその元データ を明らかにすることで第三者が見ることができるということですね。でまたそのデータをオープンにしていることで、そのデータそのものが間違っていないかというのは透明性ももちろん担保できるということです。でそれから、そのデータをもう本来取った目的とは別の新しい観点から解析するとか、そういったことが可能になりますので、そのため、例えば共同研究とかっていうのを元のデータ作成者が気づかなかったような共同研究とかですねもできるようになりますし、それから同じ解析を二度しなくていいってことで時間や費用の節約にもなるわけです。でさらには、最近になりますとその NGS の次世代シーケンサーのデータとかいっぱい出てきますけれども、そちらのデータは、かなりそのいろんなコンピューター上の処理をするのに非常に新たな技術開発が必要になりますが、そういうのもデータをオープンにしてくれてないとなかなか開発できないということで、新しい技術の開発にもつながるということです。でもう一つ、これはあと欧米ではこういう言い方をよくしてるんですけれども、市民は二度税金を払わない、同じデータに対してっていうのは、公共の費用を使って、算定されたデータっていうのは、税金を投じて作ってるわけで、それを使うときにまたさらにお金を取るってことはありえないということで、市民は二度税金を使わないから、公的資金を投じたデータは全て市民のもの、つまり、国団の公的資金を投じられたデータは共有しようということになっています。で日本も、こういう考え方で徐々に、世界からまず入ってきたんですけれども、日本でもですね、実は
2013年の6月に G8 の科学大臣会合というのがありまして、そこで、まあ、論文のオープンアクセス、これもちょっと言葉を気になったことあるかと思いますけれども、オープンアクセスに加えてその元となっている研究データをオープン化しよう、オープンデータという考え方が出てきました。でこれに対して日本もやりますというふうに声を上げている以上ですね、この世界的な議論が加速した後に、まあ、内閣で何らかの検討しなきゃいけなくなりまして、昨年の終わりぐらいからこうやっとですね、急ピッチでこの3月31日という年度末のギリギリになって報告書が出たというような形で、まあ、日本もこういうオープンサイエンスに関することを進めていきますよという宣言がそこで出されているわけです。でそこの中に出てきている定義としては、まあ、オープンサイエンスどういうものかということは、公的研究資金を用いた研究成果を、まあ、科学界だけでなくて、まあ、広く産業界、社会一般からもアクセス利用できるような形にしていくことで、まあ、地の創出に新たな道を開くとともに、まあ、そのイノベーションにつなげると、まあ、最近イノベーションというキーワードがすごい政府的にも流行りなので、まあ、イノベーションということも入ってるんですけど、まあ、そういうことを目指したサイエンスがこのオープンサイエンスであるよという定義をちゃんとここでしています。で JST っていうのは、まあもうまあ、こういう動きとはまた別にもうずっと昔からあるわけなんですけれども、その中でいくつかのこうミッションがありまして、中に一つこの知識インフラの構築っていうのがあります。でこの中で、バイオサイエンスデータベースセンターっていうのは一応設立されておりまして、2011年に、文科省の統合データベースプロジェクトというのを その受け皿となることと、それからもともとバイオインフォマティックセンターっていうセンターがありまして、まあ、そこを一緒にしまして2011年に設立されました。で一言で言えば生命科学データベースを、生命科学のデータベースを使いやすくするっていうのがミッションなんですけれども、その中で、まあ、戦略立案ですとかデータベースそのものを充実するとか、でデータをどんどん公開していくというようなこととかを、施策としていろいろやっております。で中でですね、この基盤技術開発というのとファンディングプログラムというのがあるんですけども、それがどういうものかと言いますと、一つにはファンディングプログラムの方なんですが、生命科学というのは非常に分野が広くございますので、いろんな分野、いろんな、対象生物、いろんな対象分子についてさまざまな分野の先生方にそのところどころで、ローカルにまとめていただくという作業をお願いしているファンディングプログラムというものがあります。でこういうふうにまとめ上げていただいたデータをさらに、まあそのバーチャルに統合するような形を作っていきましょうというのが基盤技術開発でして、それを、ライフサイエンス統合データベースセンターの方でやっているということです。で皆さんよく、まあ、利用もされると思いますけど、米国の NCBI というデータベースありますけれども、そちらはもう全部自分たちのトリックを持ってるんですね。で強大なサーバーを持っていて、でもそのデータを利用していろんなサービスを開発するということをやってるんですけれども、なかなか今更ですね、大きなサーバーをいっぱい買ってそういうデータベースセンター作りますって言ってもなかなかちょっとできませんので、私たちのアプローチの仕方っていうのは、まあ、こういうところで集めていたデータのその、こう検索に行くために必要なデータとか、そういったところを集めさせていただいて、そこで、バーチャルな形で、統合データベースを実現するということをやっています。なんかちょっと一応連邦型とか置いてるんですけども、本体は皆さんのところにそれぞれあってですね、でその上でバーチャルに検索ができるような形で統合実現というのが私たちの目指しているやり方です。で生命科学分野のデータベースに対する要望ということで、まあ、大きくこの3つがその文科省の統合データベースプロジェクトが始まった時からですね、挙げられていました。で1つにはどんなデータベースがどこにあるのかよくわからないということですね。その乱立してるって申し上げましたけれども、どこにあるのかがよくわからないということです。から複数のデータベースを横断的に検索できないかということで、まあ、どこにどんなデータベースがあるのか分かったとしても、そこに一個一個行って検索しなきゃいけないというような状況が変わらないわけで、それなので複数のデータベースを一括で検索できないかという要望がありました。あとはですね、ウェブサイトで公開されているものというのは、まあ、その検索窓など、なんかこう何らかのインターフェースがあって、データの一部にたどり着くということはできるんですけども、データを丸ごとダウンロードするというのはなかなかできません。なので、先生方が例えばご自分のところで自分の持っているデータと同じ種類のデータを他のところから持ってきて一緒に混ぜて、解析したいという要望には応えることができていなかったので、まあ、そういうデータセットとして取得できないかというようなこの3つの要望がありました。それで、1つ目の、どんなデータベースがどこにというところに対しては、データベースのカタログを作ってあげましょうということを私たちはやっています。それから横断的な検索としては、まあ、一括検索するような仕組みをご提供して、その、インターフェースをウェブサイトで公開をしています。
それからあとはデータセットを取得できないかということで、これも一括ダウンロードできるようなデータをお預かりするというサービスをしておりますので、これについてここの後一つずつご紹介していきたいと思います。すいません、その前にですね、もうちょっと、データを利用する際の問題点ということで挙げておきたいんですけれども、中にどんなデータが入っているのかがよくわからないと、使いようがないということで、多種多様なデータに対して、どういった対策をした方がいいのかということなんですけど、一つには、データフォーマットを標準化するということがあります。でそうすると、ちょっと異なるような種類のデータでも一緒に扱うようなことができてきますので、まずフォーマットを標準化するということ、それからそのデータに対する説明をちゃんと標準化して、どういう項目のどういう説明が書いてあるのかということを揃えてやるということをすると、皆さんそのデータに対する理解が入るというところが入り口が容易になりますので、そういったことで標準化するということは非常に重要です。であとは求められるデータが入っているかということなんですけど、使いたいデータが見つからないんで、そもそも使いようがないわけで、これに対してはですね、データを集めるための仕組みということで、公的な研究、先ほど公的な研究はもうパブリックにみんなしていきましょうということを申し上げたんですけど、今はまだなかなか、公的な資金で作ったデータというのを全部例えば私どものデータベースに預けなさいということが全部にできているわけではありません。なのでこれについては、どちらかというと、例えば文部科学省とかですね、厚生労働省とかそういうところなんですけども、帰宅をなかなか義務まではいかないんですが、推奨するようなことを徐々に始まっています。それからもう一つ最後に、どのように使っているのか、データがあるのが分かった、このデータ使えそうなんだけども、例えば利用条件とかよく分からないし、どこに書いてあるのかすらよく分からないとかですね、あとは、今日は多分アカデミアの方が非常に多いと思うんですけれども、民間の方が利用する場合に本当にそれを商用で可能かとか、あとロイヤリティはどのぐらい必要なのかとか、非常にそういうところ重要なんですね。こういったところを、解消するために、利用条件も標準化してやって、それをきちんと明示するということをしています。でアカデミーの先生方は、データをそうやってデータベースを作成して、それを引用して、例えば論文の引用と同じようにクレジットをつけていただくということが、一つは成果のさらなる活用ということで多分重要かと思うので、そういうための著作権みたいなこの表示をきちんとつけてやるということですね。それから、コマーシャル の民間のユーザーの方にとってみたら、商用か非商用かをとにかく明示すると、で使えないものは使えない、使えるものは使えるっていうのをちゃんと分かるようにしてほしい、そういうようなことがありました。で一番最後 その、どうやって使っていいかよく分かんないっていうところに対して、私たちがちょっと、ご提供している仕組みがですね、クリエイティブコモンズということです。これ別に私たちが作ったわけではないんですが、もともと著作物に対して再利用と共有を促進する仕組みで、ライセンスの種類として、例えばクレジットを表示するという表示というこういうマークですね、あるいは、営利目的での利用がいいのか悪いのかということをはっきり明示するための非営利というこういうマークですね、とあとは、元の作品と同じ組み合わせのライセンスで公開することということで、例えば、表示継承とついていたら、その後で作った日著作物も同じように表示継承という形で公開をしてもらいたいというようなことを、またこういったラベルの組み合わせでですね、6種類の利用条件をこういうふうに選択することができるようになっています。それで私たちのところで使っているこのライセンス種類ですが、全部ではもちろんなくてですね、どちらかというと、とにかく公開してどんどん使ってもらいたいという方向なので、CC の表示継承、CC のクリエイティブコモンズの略ですけれども、この表示継承というものですね、これは、クレジットを表示して同じようライセンスで繰り返し、公開してほしいというようなことですね。それから、あとは、表示さえしてくれればどんな使い方してもいいよっていう CC 表示っていう使い方、それからさらに進んでですね、もう私著作者の人が、私は何も権利を主張しませんという CC0 っていう、こういうあえてそういうことをちゃんと明示するということができるようになっています。これは特にサイエンスの世界ではこういった新たなライセンスがあるんですけれども、この CC0 というのも含めて、この3つを私たちのところでは使うということに決めています。これお分かりかと思うんですけども、利用の自由度からします、もちろん何の条件もないのが一番高いわけで、できれば本当全部これであるといいんですけれども、そうは言ってもやはり業績としてのクレジットというのは必要でしょうから、例えばこういったものなどをお使いいただくということになっています。でさて、ここからですね、先ほどちょっとご紹介した3つのサービスについて一つ一つちょっと簡単に見ていきながら、
あとはですね、ちょっと中も見ていただけるように、簡単な実習項目も入っていますので、そちらを進めていきたいと思います。NBTC のポータルサイトというのは、先ほどお配りしたパンフレットの中にもちょっと画面の絵が挟んであるかと思うんですけれども、こういった画面になっています。お紹介した3つのサービスですね、こちらこちらこちらの一番左上のアクセスの一番しやすいところに置いてあります。カタログ一括検索、それからデータの一括ダウンロードのリンクです。ポータルサイトは、NBDC と検索していただければ、今 Google ではおそらくトップに出てくると思いますので、そこから辿っていただければいいかと思うんですけども、URL もここに書いておきました。いろんなサービスがあります。これちょっと一つ一つご紹介するのはちょっと時間がないので、後でいくつかご紹介しますけれども、まあなんかちょっとキーワード的に引っかかるのがあるなと思ったら、後でポチポチと見ていただければ結構です。登録も何もいりませんし、今もうすでにご覧いただいているのが分かるように、何の障壁もないです。ウェブブラウザーさえあれば見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います。先ほどご紹介した3つの要望について、まずはデータベースのカタログというところでご紹介していきます。データベースのカタログなんですが、国内外の生命科学 DB の所在情報とか説明情報を提供するカタログになっておりまして、主要データベースの数1500件近くあります。国内のそのうち国内が1000件以上、結構なんで結構国内多いなって思われるかもしれませんけども、やはり一応その国内で作られたいろんなデータベースを再利用を促すということが一つの目的でもありますので、国内の、プロジェクトで作られたそういったデータベースを中心に集めておりますが、もちろん世界的に非常にスタンダードになっているようなデータベースも入れておくことが必要なので、そういうものでこの、カタログができるものは私のところでは搭載をしています。この、カタログするときにその説明情報なんかは私たちの方で書いているので、ウェブで公開していればこっちで見に行ってその情報を集めたり、文章も書いたりとか、そういったことで集めています。で、項目としてこの記述項目を揃えておくというのが非常に重要なんですけど、もちろんデータベース名、それからアクセスするための URL ですね、あとはどこの機関が作ったのかというのと、あと生物種が 何のものかということと、それからそのデータベースそのものの説明などを、まとめて書くようにしています。で、ここキーワード検索とか、カテゴリーからの絞り込みということも可能になっていますので、こういった機能を持っている検索窓があります。それから、一番最後はこれ、カタログそのものも私たちのところでは CC0 というライセンスで公開しているという話です。さて、ではじゃあそのインテグバイオデータベースカタログというところに行っていただきたいんですけれども、 NBDC のウェブサイトの一番左上のところをポチッとしていただいていいですか。はい、そうするとこんなようなのが出てくると思います。1500件弱ありまして、もしかしたらこう日々増えているので数字変わっているかもしれません。これは数日前に取ったデータなので、こういった形で出ています。この画面の表示の意味ざっとご紹介しますと、こちら側でここに検索窓がありまして、あとは生物種とかカテゴリーとか、いろんな項目で絞り込みができるような機能がこちらにあります。ここプラスマークあるのお分かりかと思うんですけど、こういうのも開けると中に例えば新生細菌の下にバーッとまた別のカテゴリーが、その下のレイヤーのカテゴリーが出てくるというようなことになっています。真ん中はデータベースの一覧です。今これ基本的に並べ替えできるんですけども、レコード公開中なので一番最近に公開したもの、クリンバーというこれは NCBI で作っているバリエーションのデータベースですけれども、クリニカルな情報とバリエーションのデータ結びつけたそういうデータベースになりますが、これが一番最近に搭載されたということになっています。もしかしたらもう追加されているかもしれません。とにかく今のところは一番レコード公開中なので、ここは切り替えができます。それからあとはいろんなメニューがこちらにあります。新着情報とかニュースとかですね、そういったものです。で、ちょっと私資料のところで古細菌のところにもしかしたら赤い枠がついてるかもしれないんですけど、一応ウイルスを行くつもりだったのですみません、ウイルスをちょっと行ってみましょうか。行っていただくとこんな画面になるんじゃないかと思います。で、今ウイルスが赤くなっていて、生物種としてウイルスっていうのがついています。ほんでウイルスの下には49件こういうデータベースがあるということが分かります。こんな感じで絞り込みは使っていただければと思います。で、元に戻すときですね、こう全条件をリセットっていうのがありますので、これで外していただければ元の画面に戻りますが、例えば今じゃあ日本でどんなデータベースが作られてるかっていうので、ちょっと見ていきたいと思います。この医学で検
検索してっていうことをちょっと日本っていうことをちょっとやってみた結果がこんな形になります。今76件ありますよという形で出てきます。大体こんな感じ。あのこの通りやらなくてもいいです。好きなのやってください。全然構わないです。本当に普通の Google 検索のようなものなので、皆さん非常にアフィリティ高いと思いますから、どんどんやっていただければと思います。で、まあちょっと一応データベースの中の説明ということなので、ここにユーミンの臨床試験の登録システムっていうのがあるんですよ。じゃあこれもデータベースなんですね。まあ一応ね、中にはいろんな登録がされてますのでデータベースなんですが、これをちょっと例にですね、どんなことがデータベースそれぞれのレコードに書いてあるのかということをご紹介したいと思います。こちら側にサムネイルといって、まあその、ウェブサイトのトップページ、もうこれ見たことあるわみたいな感じでなんか認識していただきやすいので、サムネイルという形でこの出しています。それからここにリンクがあるんですけれども、この2つのところからはですね、オリジナルサイトへリンクします。なのでこういった形でこのサムネイルで出ているようなものがこうやって出てきます。はい。でそれから先ほど、まあデータベースの中いろいろ整理してるよってお話をしたんですけど、それはこの詳細というところからですね、私たちが整えているデータベースのレコードの詳細が出てくるようになっています。例えば名称、別称、URL から運用期間とかですね。ユーミンが出てきませんか？皆さんユーミン出てこないですか？医学で日本ってやるとユーミンは出てくると思うんですけど、ちょっとですね、この一番端っこにこの医学って入れていただいていいですか？すいません、ちょっと私早すぎたですね、ごめんなさいね。検索のボックスのところに医学って入れていただいて、で一番下に、今この画面になりますね、日本っていうところがあるんですけど、どういった地域で作られてるかということで、日本と日本以外っていうのがあると思うので、その日本っていうところをクリックしていただくと、おそらくこの画面になると思います。どうでしょうか？なりましたか？はい。でその中の、ちょっといくつか目にこうユーミンっていうのが出てくると思うんですけど、それをクリックしていただくと、見えてくるのがこういうものだよというご説明がこのスライドになります。オリジナルサイトのリンクと、それから、カタログの掲載になるんですね。はい、こういったものになります。こういった感じでデータまとめてありますので、ご自分の興味のあるキーワードで検索していただくとですね、意外と例えば学会とかの展示で持ってって、カタログでこんなのあるんですよとか言ってご紹介すると、このデータベース知らなかったっていうようなことが結構ありますので、一度ご自分の専門のもこれで調べていただいたら、なんか新しい発見があるんじゃないかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。はい。カタログの掲載内容大きくもちょっと出してありますが、こんな感じになってますので、この辺の説明文章をですね、ウェブサイトから単に引っ張ってきちゃうと、実はその著作権の対象なんですよね。そこが作った著作物なので、文章っていうのなので、書いてあるものそのままなるべく使わないで、私たちの方で内容を把握して書くっていうことをここでやっていますので、そういった意味でこういった記述内容も全部シャキッタ CC0 で私たちの方から配るということができるようになっています。はい。それから先ほど言ったちょっと、これはそんなにあれですけど、ダウンロードもできるようになってますので、データベース の, そのカタログとその中身そのものをなんかこう自分で別のやり方でもっと使いたいとか、そういうことがあるのであれば、こういうところもこういうご活用いただければと思います。さて、なんかページ次のページ一応実習って書いてあるんですけど、今ちょっと少しだけ時間を取りますので、ここでちょっと実習していただいてよろしいですか？簡単なので3分5分でできるかなと思うんですけれども、じゃあ今からもしそれなんか分からないということがあればですね、ぜひ言っていただければと思います。一番最後のダウンロードして Excel で開くとは特にやらなくても大丈夫かと思いますので、1,2,3 あたりちょっとやってみてください。実は答えも後ろのその次のページにスライドに書いてあるんですけれども、絞り込みの機能を使っていただいて、人とか健康疾患というカテゴリーも作ってありますので、そういうのを見ていただければと思います。大丈夫でしょうか？
なんか困ってる人いませんか？大丈夫ですか？はい、これ全部すべて絞り込みで、はい、ですね、この動物、人も動物なので、はい、動物で、人ですか、人ですね、はい、はい、あ、そうですね、あ、これ先ほど医学ですね、医学のままですよね、はい、じゃあこれ一回全条件リセットしていただくと、はい、全部外れますので、はい、もうちょっと時間かかってますけど、それをもう一回ちょっとまっさらな状態からやっていただいていいですか？人、動物、人ですね、はい、動物を開けていただいて、今クリアできましたね、1483、はい、そこでクリックしていただいて、それから、ちょっと下の方にこの、一覧絞り込みのとこ下の方へずっと行っていただいて、カテゴリーのところですかね、カテゴリーのところに、健康疾患というのがあると思うんですけど、わかりますかね。続きを見る、あ、上だ、あ、そうですね、上ですね、はい、あ、それで、下から2つ、はい、その他の前ですね、はい、それをクリックしていただいてっていうような感じで、絞り込みを活用していただければ結構割とピンポイントで、まあ、その中さらに検索していただくこともできますので、目的とするようなものに近づいていけるんじゃないかなと思います。でさらにそれずっと下の方に行っていただいて、先ほども使っていただいた日本っていうあのところをクリックしていただくと、まあ、日本、そのうち日本国内で作成されたデータがいくつ存在するかということに対する答えが出てくると思います、はい、でもう一つ重要なあの、情報がありまして、そのうちのいくつが稼働しているかですね。データベースって ある日突然データベースそのものが運用されなくなることがあります。今でもままで、私たちはそのカタログの情報を集めるときに毎日のようにそのサイトに行って、そのサイトが一応生きてるかっていうことを確認しています。なので、稼働してるかどうかっていうのの絞り込みをする機能がやはりその左側の一番下のところにあると思いますので、それをちょっとまたもう一回クリックしていただくと、稼働してるものとしないものというのが区別するできることになっています。わかりますかね。割と下の方だと思うんですけど、逆に面白いから稼働、あ、そうか、稼働してるっていうのしかないですかね。休止中とかありますよね、はい、休止中とか起こすと面白いですよ。あのサムネイルのところに休止っていうのがいっぱい出てくると思うんですけども、はい、はい、そういった形であの検索でその一覧で真ん中にドラーって出てきた時にでもですね、その休止っていうのがあると、あ、じゃあここに行ってもしょうがないなっていうのが分かるので、そういうことをあらかじめ分かるってことが結構データベースを使うときには重要なので、そういった情報も載せるようにしています。よろしいでしょうか。じゃあちょっと実習4が飛ばしましょう。あとは、まあ、後でこれは、まあ、ご自分の専門のいろんなあのキーワードで自由に検索していただければと思うので、次に進めたいと思います。はい、ではその次に、もう一個2番目の複数のデータベース内容を、横断的に検索できないかということで、ちょっとデータベースの一括検索をやはりちょっと簡単な実習とか交えてやってみたいと思いますが、まず説明をさせてください。生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムでして、分子 DB、遺伝子ですとかタンパク質とかそういったデータベースの中と、それから文献とか特許情報ですね、そういったテキストであるものを一括検索できるようなものです。で分子 DB の中も、まあ、キーワード検索なので、その分子についての説明が書いているようなそういったテキストの部分が対象になりますが、そういった検索を一緒にできるということになっています。だから検索対象のデータベースは今のところ533件で、日英の相互翻訳をその中でやります。キーワードで日本語で入れても英語で検索を一緒にかけてくれます。なので、いちいちあのタイプミス間違いあのタイプミスを気にしたりとかすることなくて、まあ、分かってる単語で入れていただければ逆も真ですので、日本語にも直して、検索してくれています。ただその時使っている辞書はですね、あの京都大学の金子先生が開発されたライフサイエンス辞書というものになります。でこれはそのライフサイエンスの中で日英の翻訳をしっかりできるようになってますので、あまりその余計なノイズが入るようなことはなく、ライフサイエンスに限定した翻訳の仕方で両方の検索がかかるという形になっています。で、まあ、検索結果の絞る機能、込み機能もいくつかついてますので、
そういった機能もお使いいただけるようになっていますし、あとは類似キーワードとかですね、そこからさらにこう発展的に使えるような情報とかも一緒に、表示するようになっています。で、じゃあこれ紹介するときにですね、じゃあ Google でやればいいじゃんってよく言われるんです。 Google と何が違うのって言われるんですけど、まあ、例えば直感的に分かると思うんですけど、 Google で例えばマウスって検索しますと、研究の分野でやっぱ欲しいのはこっちのマウスなんですが、絶対出てくるのは科学 .com で、いかにこうあのマウスの売れ行き、どういう売れ行きかっていうランクがこう出てくるわけですね。これ当たり前だと思うんですけど、こっちの方がまあ一般的なニーズも高いですから、 Google としてはそうなんですけれども、ウェブではこういうことがあります。それからですね、あのもう一つはですね、私たちがこの生命科学のオーダー検索で扱っているものっていうのが、まあ、データベースとかを対象にしているわけなんですけれども、Google とかですとこうデータベースがあっても一番上にある情報しか検索に書けないんですよ。なので私たちのこのオーダー検索ではなるべくこの下の方 その個別のレコードもですね書けるようにしてますので、そういった大きな違いがあります。それからですね、これはあるレポートのから取ったんですけれども、実はその公開されているウェブでいくつかのこのサービスがこのカバーする範囲っていうのをあの検証したなんかあのものがあるんですけれども、それで例えば Google なんかも実は公開ウェブの 53.2% 程度しか扱えてないっていうような状況があったりするということなので、やはりあの生命科学に特化した形でその深いところ、こうディープウェブっていうんですけど、このディープなところまで検索するためにはこういった仕組みが別途必要になってくるということです。つまり、まあ、意図したものとは異なるということで、生命科学に特化してないということと、実は網羅性についても結構問題点があるということで、こういうオーダー検索が必要になります。対象としているのはこういったものです。まあ、文献情報とかですね、あとは、学会要旨、ちょっとあんまり全部の学会さんがこう使っていいよって出してくれるわけではないんですが、一応あのいくつかの学科のが入っているのと、それから、文科省なんか その、レポートとかですね、そういったものも実は入っています。あとは分子データのところですね、こういったところも、情報を取ってこられるもの、アントロジーとかレフセクとかそういったものについても取ってこられるものは、私たちのこのオーダー検索にかけています。で、入り口ですがこちらなんですが、今日はですね、先ほどあの講習会のサイト、講習会の情報サイトっていうのを見てもらったんですけど、ここにオーダー検索の入り口っていうのを2つ作ってあるんです。実は結構あの50人ぐらいでいっぺんにダーンって検索に行くと意外とこれすごい負荷がかかるので、今実はデータをちょっと小さくして、かつあの分散するように1と2に分けてあります。なのでこの後ですね、もしあのご自分で今ここのサイトから、検索されたい場合には、こっからこっちの人が1使ってください。でここからこっちの方は2を使うようにしてください。ただそれはあのちょっとテストデータみたいな形なので、その実際のサイトをやっぱ使っていただくのと湧き出てくる検索の数も違いますから、後でやはりご自分でご自分のキーワードでいろいろやっていただきたいと思うんですけど、とりあえずこの場でそのやり方とかね、そういったところをちょっと見ていくためには、こちら側は1、こちら側は2ということでお願いをします。はい、先ほどのあのこういうリンクがあると思うんですけど、ちょっと見え方違うかもしれないけど、講習会用1と講習会用2ってありますので、それをちょっと開けてみておいてください。はい、今ちょっとご説明の資料の方はあの本番サイトっていうんですか、そのあの実際に、全部のデータがちゃんと裏についてるとかでご紹介をしますけれども、インターフェース非常にシンプルに最近作り直しまして、こんな形です。Google と違うよって言いながら Google 検索みたいなんですけど、あのここに今入れていただければいいということになっています。そこで、例えばあの語句のサジェスト機能、こういうの結構検索のところにいろいろ出てくると思いますけれども、インフルって入れたらもうインフルなんたらっていうのがこうダーッと出て、あとはプルダウンで選ぶっていうふうなあの便利な機能もついています。からあと、ここちょっと分かりにくいんですけど、データベースそのものをダーッと検索するか、あるいは大体どこにどんなデータがあるのかって数だけ見たいっていうので一応選択できるようになってるんですが、基本はのデータベースの方でそのまま検索していただければ、まあそんなにあの時間かからないで、あのすごいバックにすごいデータあるんですけど時間かからないで帰ってきますので、いつでもデータベースの方で大体やっていただければいいんじゃないかなと思います。あとは便利なメニューがちょっと右上の方についている、こういったトップページです。それから、詳細検索画面っていうのがその
今日の講習会用のサイトではなくて元のサイトにはあるんですけども、まあ、いろんな、生物種の絞り込みとかですね、あとは対象とするデータベースのカテゴリーを選ぶとかそういったこともできますので、まあ、あんまりこうノイズになるようなものは外してとかそういうこともできるようになっています。だからあと検索の日英翻訳をやめるとか絞り込み、からデータベースの絞り込み、こういったことが一応できるようにはなっています。それから、検索の結果 の、 ページのちょっと説明をさせてください。だいたいまずはヒット件数の方でちょっと検索するとこんな感じで出てまして、まあ多分2000何百件検索できましたよというのがカテゴリー別にこうやって出てくるというものなんですけれども、ここはこのプラスとなっているのが分かるように、展開して中のサブカテゴリーをどんどん見ることが、3段階ぐらいこうやって見ることができます。でその辺の、ここが今リンクのようになってますんで、ここをクリックしていただくと、でヒットした検索内容の中身が表示されるということになっています。あとはですね、一つこのヒットしたその先のデータベースについて、このデータベース聞いたことないっていうのがよくもちろんあると思うんですけども、そういう時にまあちょっと簡易的にここで情報アイコン、この i っていうアイコンですね、これが出てくるので、これをマウスオーバーするとデータベースがどういうものかっていうの概要がちょっとことだけこういうふうに出てきますので、まあ最終的にそのデータを見に行く時の助けにしていただければということです。でデータベースの中までちょっと検索しに行ったり、まあ、先ほどのヒット数から、データの中を見るということをやるとこういった画面出てきて、まあ、ちょっとなんとなく見慣れた画面かなと思うんですけれども、そのページのタイトルとですね、ページの中身とかがちょっとこうやってちらちらっと見えるっていうこういう形になります。で、ここにヒット数が出てきますし、それからここが、スニペットっていう言い方をするんですけど、こういった検索結果の一覧がこう出てくる、まあ、どんどん下にスクロールできるような形で出てきます。でここに関連の遺伝子とか外部リンクなんかがあるんですけれども、あとはここのナビゲーションバーのところでちょっと絞り込みをできるっていうのがちょっと次のスライドで説明がありますので、一番初めにこうヒットがあったそのボックスをこうクリックするとですね、こういうふうに下に、サブカテゴリーみたいなのがまた選ぶようになってくるので、これをどんどん選んでいく、絞り込んでいくっていうことができるようになっています。それができるのが例えば統合データベースプロジェクトっていう中で、さらに、インテグバイオデータベースカタログ、先ほどご紹介したカタログの中にあるものっていうことで、全てのデータベースから統合データベースプロジェクトの成果としてカタログの中のを見るとですね、例えばインフルエンザで検索した結果として一つこういったものが出てくるということになります。でここ今ハイライトされているのをご覧いただけるかと思うんですけれども、入れているのがインフルエンザなんですが、こちらインフルエンザというスペルアウトしたところもかかっているというのがご覧いただけるかと思います。はい。でこの、見方とはさっきのカタログとも似てるんですけど、サムネイルというその画像がもしあればこう出てきますし、それからデータベースの中の、そのレコードのエントリーの名前ですね、レコードとしての名前と、それがどこのデータベースに入ってるかっていう情報、それから、中のどういったところにこう検索が当たってるかっていうのことですね、あとは URL といったことで、ここから、オリジナルに飛んだりとかそういったことができるようになっています。さてでは先ほどその2つに分けた横断検索の実習をちょっとこの順番でやってみていただきたいと思います。今インフルエンザということで例もお見せしたので、これちょっと容易かなと思うんですけど、まずインフルエンザでデータベース検索をするということをちょっとやってみてください。はい、これはもうすぐいけると思うんですけど、もし画面が変わらない、結果画面が出てこないっていうことがあったらちょっと教えてください。大丈夫ですかね。大丈夫でしょうか。はいはい。で黄色くハイライトされてるのもご覧いただけるかなと思って、そんな感じで出てきます。それからその次の項目実習録なんですけども、ツールボックスで外部リンクを使って、リンク先を見てみましょうということなんですが、それについては、インフルエンザ検索するとこういうふうになりますが、こちらの外部サービスの部分ですね、これちょっと下の方まで行っていただくとですね、これもちょっと JST のサービスで手前味噌的でこう
恐縮なんですけど、J グローバルというサイトがあります。下の方ですいません、見えますかね。ちょっとそれポチッとしていただいていいですか。それが今実習録というところになります。いけたでしょうか。はい。でそうするとこんな画面が出てるかと思うんですけれども、一応そのリンク先のデータベースでも、やり方によってはですね、データベース側がちゃんとそれを受け入れてくれるかにもよるんですけれども、検索に使った文字列そのまま入れることができるんですね。ですからサイトに飛ぶだけじゃなくて、今この J グローバルでは検索したインフルエンザ、あるいはこの翻訳された方のインフルエンザもですね含めて、検索がかかった状態の結果画面が出てくるというようなことになっています。これはちょっと全てのデータベースではないんですけれども、こういったような便利なこともできているものもあるということです。こんな画面が見えているでしょうか。じゃあその次にですね、実習の7というところをちょっと行ってみましょう。もう一回その検索の一番最初のオーダー検索のところをさらにしていただいて、ソックス2というスペルアウトでちょっと入れていただければと思います。そうすると出てくる画面が、大丈夫でしょうか。こう日常的にこういう検索がされていると思うのでね、あまり難しい内容ではないんじゃないかなと思うんですけど、でも使い慣れないこういうインターフェースだとなかなか戸惑うこともあるかと思うので、大丈夫でしょうか。はい、こういった画面が出てるかと思います。それで実習7の続きで、ここのこっち側のこれですね、遺伝子リストのところを、クリックしてみましょうということで、ここですね。はい、これを選択してください。こういった形でどんどんこう芋づる式に情報を得ていくというやり方ができるようにはなっています。そして出てくるのがまた同じもちろん画面なんですけれども、その中で出てくるのは1件だけだと思います。ゲノムネットワークプラットフォームのアントロジン66のコーナー、これが出てくると思うんですけれども、出てますかね。ここでそのこの SRI っていう遺伝子についてはいろんなこうなんていうんですかね、データベースの中のその ID 番号がこう入ってますので、それが一応引っかかっているということがお分かりになるかと思います。そしてじゃあ実習8になりますけれども、ここの、このエントリー名をですねクリックしていただくと、次に出てくるのがこういった画面で、これはもうデータベースのその横断検索の中ではありませんで、ここをクリックすると出てくるのはこのオリジナルのサイトのこのエントリーの、6657というところのゲノムネットワークプラットフォームの中のデータということになります。なのでこういったなんか綺麗な絵がついているようなこういったいろんな情報のリストみたいな、こういうページが出てくるかと思うんですけれども、はい、こういった形で、他のデータベースに飛びながら内容を確認するというふうに使っていただける、そういったつながりを作ってある検索の内容になります。はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。そんなに資料もあるので、また後で見直しながらやっていただいてもいいかなと思うんで、次に進みたいと思います。実はその横断検索このインターフェースなんですけれども、モバイルでも使えるようになってます。でどんな場面で使うのか私もちょっとあんまり想像がつかないんですけど、一応ですね今見たような流れのことができるようになってますし、
モバイルだからもうかなりちっちゃい画面になっちゃうからちょっとなかなか私なんかも見にくくなってるんですけど、一応こういうこともできるようになっていて、まあ、PC をそのものをバーンと持っていくことができないとか、普通のそのネットワーク環境がないところとかですね、といったところでもスマホ1個あればなんとかなるというようなことでお使いいただくこともできるようになってはいます。はい、ここまでが横断検索についてのご説明でした。続きまして、最後3つのサービスの最後のデータの一括ダウンロードの紹介に行きたいと思います。これですね、データセットを取得できないかというところです。で、まずそのデータベースアーカイブと呼んでいます。アーカイブって古文書館とかそういったあの単語ですけれども、そういうそこの説明なんですが、まず国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで、今収録数多分103件だと思います。これなかなかポポポポンと数が先ほどの1500件みたいに増えるわけではないんですが、これでも徐々に増えてますので、また日々変わっていくと思います。それから、データをダウンロードもちろんすることができる機能がありますけれども、いろんな形式でダウンロードできるようになってます。それとあとデータベースとかそのデータそのものについての説明なのかをなるべくつけるようにしておりますので、データの中身が分かりやすく書かれているというふうになっています。ある程度の検索もできるというような形になっています。からデータは CC ライセンス、先ほど出てきました CC ライセンスで配布しています。これは基本的に CC 表示継承というライセンスで統一してデータベースを作ってくださった先生方にここに預けていただくことをお願いしています。表示継承というのは先ほど言いました先生方のクレジットを出すということとですね、そのデータを使ってもう一回何らかのデータベースを作ったときにもう一回同じ表示継承というライセンスでできればこのアーカイブにもう一回戻していただきたいという気持ちがありますので、まあ、表示継承というライセンスをつけて次につながっていくようなそういったライセンスで配布をしています。中身はこんなものがあります。これちょっと103足りないかもしれないんですけども、まあ、ゲノム遺伝子から、発現に関する情報、それからタンパク質、化合物、代謝物、まあ、一部文献とか、カタログのようなものの、データの集積みたいなものもあります。データベースアーカイブの入り口は先ほどの NBDC のトップ画面の左上3つ目になります。これ一応これはこのまま進んでいただいて大丈夫なんですが、後でちょっと出てくるんですけれども、画像のデータをダウンロードできるようになってるんですが、画像のデータダウンロードすると非常に負荷が高いので、多分こちらの大学のネットワークに非常にご迷惑をかけることになるかと思いますので、そこはちょっとやらないでください。注意書きが出てきますので、そこはお話をします。データベースアーカイブのトップページ、こんな形になっています。まあ、ちょっと上にデータベースの説明あるんですけど、このアーカイブそのものの説明があるんですけども、この下にちょっとずらずらずらっとアーカイブされているデータベースが出てくるというふうになっています。で、ここのところにやはり検索窓がありまして、ここの表に書かれているような内容でもって検索が可能になっていますので、ここもキーワード検索することができます。で、早速これはですね、ちょっと使いながらということでどんなことができるのかを見ていこうと思うんですけれども、実習9ということでそこに書いてあります。オープン TG ゲースの病理情報のデータから肝細胞肥大を示したデータを絞り込んでダウンロードするということですね。で、その際の肝臓の病理画像を見つけるということで、まあ、ちょっと実際の画像のダウンロードとかフルサイズビューとかちょっとしないでいただきたいんですけども、こういったどういった流れでやるのかというのをお示ししたいと思います。そうです。オープン TG ゲーツというのはお聞きになったことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、170の化合物をラット個体およびラット人幹細胞に殺した場合の遺伝子発現と毒性のデータです、まあ、毒性のデータですね、毒性と遺伝子発現の関連を見たデータベースで、医薬基盤検査、今ちょっと名前変わりましたけども、医薬基盤検査のところにデータベースがあります。データベースアーカイブのところのサイトでちょっとこうオープンって入れていただくと、多分もうどんどん絞り込みがされる状態になると思いますので、もうこの状態で多分この3つぐらいしか出てこなくなると思います。それで、これのまず利用許諾っていうのをちょっと見ていただけるでしょうか。ここのところをクリックしていただくと、今こう表に CC 表示継承とだけ書いてあるんですけど、これだと何て表示していいか分からないじゃないですか。クレジットってここ書いてくださいって一応著者の人とかは希望があればそれを
ちゃんと書いてもらうべきものなので、こんな感じで長々一応書いてある医療許諾のページっていうのがあります。でここに書いてあるように、例えば本データベースのクレジットはトキシコゲノミクスプロジェクト、トキシコゲノミクスインフォマティクスプロジェクトなので、ライセンスアンダー CC 表示継承 2.1 日本、この 2.1 というのはバージョンなんですけども、 CC 表示継承というライセンス、日本で、適用されるそういうライセンスで、こういう名前の人たちが作りましたということが分かるように、こういうふうに記述してくださいということをちゃんとここに書いてあります。なので一度これはご覧いただければと思います。最後に引用する際に必要になると思いますので、はい。でじゃあまた前のページに戻りましょう。ここの OpenTGTS のここのデータベースの説明の内容を確認しましょうということで、ここをクリックしていただくとどういうページが出てくるでしょうか。よいしょ、はい、こんなページが出てきますか。これがデータベースの説明のページです。やはりこの名称とかですね、それから誰が作ったかとか、このじゃあデータについての連絡先はどこかとか、あとは生物種ですね、それから内容についての説明とか、こういったことが、項目を揃えて書いてあります。で運用をいつからされているかとか、こういった情報も中心に重要なので、あとはどういうプロジェクトでされたかですね、そういうところがわからないとなかなか内容的に難しいので、こういうことが書かれています。はい、じゃあまた元のページに戻っていただいて、今度はここのダウンロードですね。ダウンロードってところをちょっとドキドキしながらクリックしてみましょうか。でもここまだダウンロード始まりません。ダウンロードページというところに行きます。ここにトキシコゲノミクスの場合はですね、非常にいくつかのこのデータのに分かれてこういうふうに中に搭載されてますので、こういったダウンロードページというところが整理1回されています。でこの中で、まずこの項目名を見ただけでですね、このデータ丸ごと欲しいと思われたら、このデータファイルというところを ZIP 形式で固めてありますので、丸ごとダウンロードしていただければいいですし、あるいはこちらはですね、データを検索ちょっとして絞り込んだりしてからダウンロードするということができるようになっていますので、今ちょっとこの検索&ダウンロードというところをちょっとクリックしてみてください。一番下ですね。すると、こんな感じの画面が出てきます。実はこれもうちょっと絞り込んだ後になっちゃってるんですけれども、そこに、ここにこの画面に書いてあるようにちょっと入れていただければと思うんですが、先ほど言ったのハイパートロフィーですね。ハイパートロフィーっていう、キーワードをそこに入れていただいて、それから、ファインディングタイプスって、これ全部もうファインディングタイプスだったような気がするんですけど、ハイパートロフィーって入れていただければできるかと思います。そうすると今本当にこう見ているこの画面になると思います。これも入っている状態ですので、でここに出ている画面のデータそのものを、そうですね、ここにハイパトロフィーって全部入っているのが見てお分かりになると思うんですけれども、これをこの今出ている結果をこう絞り込んだ状態なので、これをダウンロードすることもできます。そうするとハイパトロフィーに関係したものだけデータとしてダウンロードするということができるようになっています。でそもそもこれ全部ダウンロードしたいっていう時にはですね、もう一個ボタンがここにあって、全データをダウンロードするっていうボタンがあるんですけれども、でこの先も、全データダウンロードのファイル形式をいろいろ選ぶということができますので、これは必要に応じて、カンマ区切りだとか他のところに使いやすいような、他のツールとかにこういう形でっていう指定があれば、それに合わせてダウンロードして使っていただくということで、これもちょっと今説明ちょっと早くて申し訳ないんですけれども、また後でこうなぞって見ていただきながら順番を追ってやっていただければと思います。それで最後に、実習10ということで、リンクがここにありますが、パソロジカルちょっと切れてて申し訳ないですが、こういった画像も、そこからまたこう、この OpenDGTS の場合はですね、見ることができまして、ここに今画像あります。でこのフルサイズビューをクリックしないでください。これをクリックすると大変なことになるんですが、サムネイルクリックして拡大っていうのは、こちらはその場でできます。そこの中だけでやるので、それは見ていただいても大丈夫ですが、こっちのフルサイズビューになりますと、ちょっとダウンロードした先に見るためのビューアーが別に必要になりますし、ダウンロードすると非常に大きいので、またこれは後でお試しいただければと思います。はい、
で最後に、データベースアーカイブに関してなんですけれども、その他の機能ということ で、このデータベース側が提供しているような、テーブルですね、それについても一応検索ページがリンクがここに貼ってありますので、そういったものも、それはデータベースによるんですけれども、そういったものを提供している場合もあります。でこれ本当にアーカイブの最後かな、最後なんですが、実は利用状況っていうのが分かるようになっています。なんかちょっと人気ランキング的でな感じなんですけれども、実は今ご紹介したオープン TCGS って皆さんから非常によくアクセスされてるんですね。ダウンロード数も非常に多いです。なので、毎月毎月これ出してるんですけど、6月のダウンロードの多かったアーカイブっていうことで、示していますが、なんか大抵の月がこれがトップです、オープン TCGS。 あとはですね、ボディーパーツっていうのは、これは人体の 3D モデルの図ですね、といった感じで、みんな何見てんのかなみたいなこともちょっとこの辺で分かるということで、こんな情報もお載せしています。でデータベースアーカイブにつきましては、これは作成者の人からいつも最後に宣伝してくれって言われるんですけれども、データベースアーカイブのデータ受け入れを常に私どもをやっておりますということで、もしお手元に預けてもいいデータがあったらですね、ぜひご連絡をいただきたいということで、もう例えば、プロジェクト終わっちゃっても自分たち使わないんだけどとか、もうそれ維持しとくためのサーバーをまた更新するのめんどくさいとかですね、いろいろ事情はあるかと思うんですけど、もしよかったらこちらに預けていただければ非常に皆さんにも先生方のクレジットも確保しながら提供できるというものですので、ぜひご検討いただければと思います。さて、それから、今回ここは医学部でやらせていただいているということで、これちょっと一つご紹介したいものがあります。ゲノム医学データベースに関する NBDC の取り組みの一つということで、アクセス制限の必要な人に関するデータを収集公開する仕組みを今のアーカイブというものとはちょっとまた別に作っています。今のアーカイブ基本的に全部オープンです。どこからでも誰でもダウンロードしていただければ、利用許諾をちゃんと読んでいただいてですね、いけるんですけども、ここやはりアクセス制限がやっぱ人の個人レベルの情報になるとやはり必要になります。なのでこの承認申請していただいて承認するとか、そういった仕組みも含めてですね、NBDC の人データベースというものを私たちのところで運用しております。で入り口は先ほどの3つのサービスのすぐ下、ここに人データベースというのがあります。言っていただいて大丈夫です。内容なんですけれども、人に関するあらゆるデータが対象です。今入っているのはほとんど遺伝子関係 の NGS のデータだったりとかするんですが、基本的にはどんなデータでも受け入れようということで、中のデータベースは作っています。でただし匿名化された情報のみです。で、こんなデータはこの先生が持ってそうだということがある程度分かったらですね、その後例えば、フォローが必要なもの、あるいはここに載っていない情報がさらに、個人レベルの情報が必要というようなことがありましたら、実際にその先生と共同研究を結んでいただいて、やはりそのデータの取り扱いについて特殊な条件があるでしょうから、やっていただく必要があるなということです。もうそこになりますと私たちのところで、申請を承認するとかいうことではないかと思うので、やっていただければということになっています。それから、そうでなくてここに預けていただければですね、一応データ提供とかで利用に関する審査は NBDC が実施しますので、提供者の方に手を渡すことはなく、いろんな方に活用していただけるということです。あとはですね、これ一応ゲノム指針とか、人に関する最近統合指針というのが出ましたけれども、ああいったものに一応準拠した形でいろいろ運用を進めておりますが、ああいうものも時々変わります。あとは例えばゲノムデータというのをどうやって利用していくかということについては、皆さんいろいろ一般の方も含め理解がだんだん進んできているところではありますので、そういった変化に柔軟に対応していこうということで、ガイドラインというルールを作っておりますけれども、そこも徐々に変えていこうということで、運用を検討しています。で今公開データ数は例えば後で説明します、オープンと制限公開ってあるんですが、6件15件程度です。でオープンデータというのは、ウェブサイト等から制限なく公開できるもので、だからこれは一応人データベースの中にはあるんですが、制限されたり申請が必要なデータではありません。例えば集団の統計値とかですね、あとは一般に売られていて、
細胞売られている細胞学とかそういったものであれば、まあ、一応人由来でも特定の個人由来ではないということなので、そういった資料の解析結果であればこちらに出ることになります。でここが、まあ提供利用ともに申請が必要になるレベルの制限公開データですけれども、まあ、これはもう個人ごとの情報ですね。お一人とか、まあ、集団の中でそれぞれ個人ごとに、NGS 解析したデータの塊とかそういったものが入ります。であとは、まあ、提供のする先生方がその、論文にその ID を記載するためにとりあえずデータベースに預けて論文公開したらこう移していきますというようなことで公開を待っているデータも中にはありますが、まあ、基本的にその匿名化がされることが前提なので匿名化されていないデータをお預かりすることができません。でデータ共有の仕組みとしては NBDC の中にはこのその人データの共有するためのガイドラインですね、それからそれをどうやって取り扱ったらいいのかというセキュリティの、基準を示したようなガイドライン、このガイドラインを作ったあの、まあ、分科会というのがありまして、ここがルールを作るんですけども、このルールに従って独立した審査委員会というのが審査をします。皆さんあの倫理審査とかで研究 の審査を大学内とかでなさる申請されると思うんですけども、ここはあの倫理審査をするところではなくてあくまで共有していいかどうかを審査するところです。で提供者の方が申請をするときにですね、例えばその、研究参加者の方から取ったインフォームドコンセント、インフォームドコンセントいいですよね、こう医学部だから大丈夫ですね、インフォームドコンセントでそのデータを共有しますよ、研究者間でこうやって共有しますということを一応歌っておいていただく必要がありまして、それをベースにした臨時審査をちゃんと受けていただく、だからデータ共有が OK ですよということがちゃんと提供される側から出てることが必要になります。でそれが OK で承認されますと、まあ、データを送付していただくんですけど、一応そのデータについての情報ですね、メタ情報をいろいろ書いてつけていただいて、まあ、どういうデータかということが簡単に分かるような形で、格納していただきます。その時に、まあ、オープンか制限データとかいうそういう別がありますので、そういった区別をしていただいたり、あるいはデータの公開日を設定したりですね、ということを提供者の方にはしていただくということになります。でその代わりに私たちのデータベースからは ID を付与しますので、これを先生方は論文等に使っていただけるということになっています。それから利用者側としては、利用者ももちろんその申請が必要なんですが、これはこういうデータを使ってこういう研究をしますということをやはりその所属機関で倫理審査をしていただく必要がありまして、それがちゃんと整っていれば承認が出ます。それでこのデータにアクセスしていただいて、でその代わりに利用状況をちゃんと報告していただいて、まあ、最終的に終わったら、まあ、終了報告だの、データの破棄だの、そういった作業をしていただくことが必要になります。で制限公開データ、アクセス制限が必要なデータに関しては、まあ、ある程度のセキュリティをちゃんと守ってくださいということで、特にこれは主に、まあ、利用者の側で確認していただきたい事項なんですけれども、例えば所属組織の欄の中でしか使わないとかですね、あとデータをやたらコピーしないとか、あとはアクセスできる人の限定をしてそれをちゃんと管理していただく、これはもちろん、申請をしていただいたときにこの人がアクセスしますということをちゃんとリスト化していただくとかいうことをします。で、いろんなさまざまセキュリティに関するその他にもいろんな項目があるんですけど、全部チェックリストにしてそのチェックしていただいた内容を一緒にその申請のときに出していただくということをしています。で基本的にはこれを守っていただければいいんですけれども、中にはですね、そのインフォームドコンセントを取ったときに、例えばあなたのから取ったあの資料からのデータというのはちゃんと入室管理をきっちりしたところで保管しますというようなことをお約束されている場合もありますので、まあ、もうちょっときついレベルのハイレベルなセキュリティを設定するということもありますが、まあ、基本的にこれはインフォームドコンセントでちゃんとそういった制限事項があればということで対応するようになっています。はい、これも人のデータベースに関してはそのサイトに行っていただいてどんなものがあるかとか、もしお使いになれるものがあったらぜひ倫理審査を経て、申請していただければと思いますのでよろしくお願いします。で最後にちょっとその他のサービス例ということでいくつかご紹介したいと思います。これサイトのですね、この右上のところです、ここあります。これはもういろいろ私たちがこう紹介するときに必ずすごい使われていることがよくわかるサービスのいくつかなんですけれども、一つは統合テレビっていうものです。これ実はですね、今後ろで動画撮ってる後でお話もする小野が作ってる
元締めになって作っているサービスなんですけれども、データベースや通の使い方を、あるいはこういった講演の動画ですね、もう全部この東郷テレビというところで公開をしていきます。で、今860本以上ありまして、DB や通の使い方に関しては吹き出しによる日本語の解説がついている。でウェブサイトのところでこうやってマウスがこう動いていって、ここで何しますみたいな、そういう感じで、もしかしたらご覧になったことある人方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、YouTube からも視聴可能です。実は私たちのところでやってるサーバーから見るよりもですね、 YouTube で見る方が何かと便利なので、YouTube をおすすめして見ていただいています。本日紹介したカタログ横断検索アーカイブの使い方動画なんかもありますので、困った時にちょっとこっちに行って何かないかなって探してもらうと、もしかしたらその使い方のヒントがここにあるかもしれません。また多分後で小野がちょろっと紹介するんじゃないかと思います。こんなトップページです。ちょっとこんな何か気もかわいい感じのキャラがついてますけど、はい、こういったところです。それからこれはライフサイエンス新着論文レビューといいまして、日本語による英語論文の解説記事と書いてありますけど、特徴的なのはですね、そのネイチャーとかサイエンスとかいわゆるトップジャーナルに、掲載された記事の中で、日本人が第一著者になっているものについて、その方にその内容、その掲載された論文の内容プラスその周りの情報も含めてレビューを書いていただくというもので、今830本以上公開されていますが、文章や図の再利用が可能というのが非常に特徴的だと思っています。というのは、例えばネイチャーとかに出すとネイチャーの版権になっちゃうんですよ。で、著者ですら使えないとか結構そういうことあるんですね。なので文章も、もちろん日本語なのでちょっと違いますけれども、文章ももちろん書き下ろしで書いていただいてますし、図も現像をもう一回書いていただいたり、あるいはそれをまたこちらできれいにトレースし直したりして、著作権がかからないようにしてますんで、CC BY という表示、この先生の論文から取りました、この新着論文レビューから取りましたってことを書いていただければですね、例えば、学会発表とかでリファレンスの情報として使うとか、そういったことでも全く問題なく使っていただけるようになっています。こんなファーストオーザーズっていうタイトルで、トップページありますけど、こんな感じで出てまして、次々とこう新しいのがまたこの上にどんどん出てくるという感じになりますので、なんか新しい最新の情報にキャッチアップするのであれば、その周りの情報も含めて分かるのでいいんじゃないかなと思います。なんか実は結構ジャーナルクラブとかで密かに学生さんが使ってるっていうのを結構聞いたんですけど、それがきっかけになって勉強してくれればいいんじゃないかなと思うので、ちょっと多めに見てあげてほしいかなと思います。はい、こんな感じで、図とかですね、文章とか出てますので、写真とかはね、なるべくあんまり載せないようにしてるって聞いてます。写真ってね、難しいんですよ。違う写真だっていうと説明がすごい難しくて、連続して撮っちゃうじゃないですか。そうするとなんか分かりにくいので、あんまり写真は載せないようにしてると、この作ってる人から聞いてますけれども、図なんかは書き直しができますので、こういった、反応図とかですね、なんか使っていただければと思います。それと似たようなサービスで領域融合レビューというものがあります。これは先ほどのがそのもう最先端の記事をベースにしたレビューですけど、これは学問分野とか領域を対象にした日本語のレビューになりまして、学会さんの協力を得てですね、ある分野に特化したテーマを、こういうテーマのことを書いていただける先生を紹介してくださいということで、割とこのエスタブリッシュした先生方に書いていただいているわけなんですが、今47項を掲載されていまして、これも同じように文章や図の再利用が可能です。領域のレビューですから、かなりその例えばイントロダクション的な使い方ですね、なんかにも非常に使えるんじゃないかと思いますので、これもぜひご活用いただければと思います。これも、こんな感じでリーディングオーサーズという形で、公開をしています。はい、PDF 版もあるので、ダウンロードして読むのが方が好きとか、プリントして読む方が好きっていう方はこういうふうに使っていただくこともできます。はい、最後になんですけれども、実はその私たちのところでいろんなデータベースを集めるっていう、そういう努力をしている、その元はですね、もともとその文科省がこの今はこの JST のバイオサイエンスデータベースセンターというところの中核的に、進めているこの授業なんですけれども、その他にもいくつかの省庁で、いわゆる統合データベースというのをもうここ何年も継続してやられているところがあります。例えば経産省は、人に関するタンパク質の情報とか、CDN の情報とかですね、そういうのを集めるようなデータベース、ずいぶん前から作られていますし、その他にもいろんなデータベースがあるので、それをまとめたサイトが作られています。
あるいは、農水省さんもいろんな家畜ゲノムとかですね、そういったものを集めるような生物資源研鑽で集中的にやられてますし、あるいは、元の医薬基盤研鑽ですね、今医薬基盤健康栄養研究所という名前になってますが、ここも、カルテ情報とかではない、もうちょっと基盤となるような、でも医薬に根ざした情報をですね集めていらっしゃるのがありますので、こういったところを、一緒にまとめ上げる作業というところもやっておりまして、それがこの、インテグバイオというサイトになります。ただこれはもう先ほどご紹介した3つのサービスのそれぞれ窓口になりますので全く同じものなんですが、こういったことで一緒にやってるよということも歌いながら、今その統合する作業というのを日本全体でやろうということで進めています。でただですね、まだまだそのデータを共有に関する我が国固有の問題がいろいろありまして、先ほどそのオープンサイエンスの取り組みということで宣言は出てますけれども、なかなかそのルールとかガイドラインがまだ整ってないところとかですね、あとは人のデータについてのそのルールガイドラインも、私たちがこういうふうに一応こういうふうな取り扱いをしますってことを言ってデータベース運用していますが、それもなかなか、もっと国レベルで出してもらえないかなというようなこととかもあります。もろ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 いろんな問題はあるんですけれども、引き続き私たちも統合データベース努力していきますので、便利にお使いいただけたらなと思います。どうもありがとうございました。